映ってるかな <laughs> はい皆さんこんにちはオレナです今日はですね急になんですけれどもライブ配信をしていますフェイスブックの皆様こんにちはそして YouTube の皆様もアロハさて 最近ですねずっとね私ね年末からあのたくさんの方とカードリーディングを通してまずボイジャータロットカードでしょそれからマナーカードでしょっていう感じでたくさんの方とあの個人でカードリーディングとかいろんなことをやってきたんです。でその中でですね年末年始だったこともあってみんなが今年はどうして行きたいとかさ そんなようなこと聞いてくれるっていうか悩んでたりとかね聞いてくれてたんですうんでその中でちょっと多かったことを、えー、皆さんにねちょっとねお知らせしちゃおうかなとかって思いましたどういうことかっていうとああそこに猫がいるわかるあそこかわいくないですか <laughs> えっと待ってねそれはいいんだけれどもフェイスブックは見れてるのかなこれどうやったら 自分がフェイスブック見えるんでしょうね。まあいいや。助かったってえっ、ー、と何でしたっけ？あそう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 悩み皆さんのお悩みです。えっ、ー、とね不思議なんですけれどもあの私がえっ、ー、ともう2021年はどんな風になっていたいですか？1年後はどうなっていたい？3年後はどうなっていたい？っていうふうに聞くじゃない？ そうするとね、みんなね、きょとんとしてて、でね、じゃあ今日どうして私のね、カードセッション、個人セッションに来てるのなんか聞きたいことあるのって言うじゃないそうすると皆さんが、あの、面白かったのが、あの、どうしていいかわからないんです。何をしたらいいのかわからないんです。 っていう方結構ね、いらっしゃったんですね。あのね、そんなにうちはそこまでは多くないんですが、でもそういう方いるんだなっていうふうに思ったんです。じゃあそれをどうやったら解決してあげられるかなぁと思ったんですね。それでね、今までずっと私フラ教えてるじゃないでフラを通して心を解放しましょうっていうのをやって で,でそれができるるようになる人を指導者ですよねそれをどんどん広めていってくれる人を育てているんですけれどもでもなんかそれだけだとやっぱり足りないかなっていうふうにちょっと思ったんですよ。だってフラをやってない人もいるしフラはやりたくないけれどもなんかこうモヤモヤして。 で、私と話がしたいとかって言ってくださる方がいるってことじゃないですか。だったら何かお役に立てないかなっていうふうに思ってるんですね。それで、まず、あのー、そう、私、ハートを開く専門家、オレナって言って、おととしの12月から YouTube を配信始めたんです。そして、ハワイに来た3月からは、ハワイのオレナじゃない。 違った。オレナのハワイ通信って言って、えー、YouTube を配信していますよね。その中には、フラがあったり、お話しする動画があったり、ホおぽのぽのがあったり、いろんなことをさせていただいています。うん。で、まあ、ハワイに住んでて、ハワイから発信してるから、ハワイ通信なんですけれども、で、ハートを開く専門家っていうのは、なぜ そうなのかっていうお話をね、ちょっとしとこうかなっていうふうに思いました。えー、っと、あの、自己紹介とかでもよくね、あの、やってるかなと思うんですよ。どうしてかっていうことを言ってるんですけども、実は私たちってね、知ってますか潜在意識っていう無意識の領域、本当の心、内なる女神、ハイヤーセルフ、 いろんな言い方があります。内なる神とか言うよね。自分自身のことです。で、そこにはたくさんの情報とともに生まれてきたお役目だったり、どうして地球に生まれてきたのとか、そんなことがね、全部入ってるんです。けども、私たち生きているうちに使っているのは、健在意識って言って、意識の状態を使っているんです。 意識の状態っていうのは、ほんとこうピラミッドの上の方、氷山の一角みたいな感じなんですね。でも潜在意識は膨大な、こうね、ド下にあるわけです。ほとんど潜在意識みたいなもんなんです。だけど私たちはそんなちっちゃなちっちゃな、ね、意識の中で何かをしようとしているの。だからみんな、どうしていいかわかんないっていう人はね、 どうしてそうなっちゃったのかっていうと、時代がさ、去年から今年になって、風の時代になったってみんな騒いでるでしょっていうことは、まあ、やっぱりさ、宇宙がこう動いてるじゃないだからそれ感じてるんですよね。なぜかって言ったら私たちはもともと宇宙人だからです。また宇宙のお話をさせていただいてますが。だから、みんなね、気づいたんです。 あれなんか、もしかして、何か私にできるんじゃないかしら私のお役目は何なのかしらまして、私のミッションは何なのかしらってね、みんなね、気づき始めたんですよね。それで、皆さん本当に宇宙に近いこと。 やってる方とか、もともと宇宙のそういう要素が強い方っていうのは敏感ですから、ああ、何とかしなきゃって去年の秋ぐらいからいろんなことがあったみたいなんですね、どうやら。それでどうにかしなきゃ、何かしなきゃ、何か始めなくっちゃって思ったらしいんだけど、どうしていいかわかんないって言って、 いろんなカードとかね、占いとか、無料のものいっぱいあるので、そういうのを今こう点々として、そして私のところに年末に行き着いたり、年始に行き着いてきているんですよ。で、じゃあどうして行ったらいいのかなっていうことをね、今お話ししてるんですけれども、その無意識の領域、潜在意識っていうところに自分自身でアクセスをして、 本当の声を聞いていくっていうことを訓練していくんです。トレーニングです。それができるといいですか自分自身ですよ。完全ですよね。私たちって生まれた時、完全な状態で宇宙から生まれてきてる。だから、その自分自身の 情報がちゃんと入っている無意識のところ、本当の自分の心に入ることができたら、自分がどうしてこの世に生まれてきたのか、そしてミッションは何なのかっていうことがすぐにわかるんですよ。すごくないですかじゃあどうやったらその潜在意識に入れるのでしょうかはい、簡単なんです。私たちはみんな いいつででもやっていることなんですよね実は例えばそうそうよくあるじゃない横並びの数字エンジェルナンバーっていうのをなんか今日いっぱい見たのとかいやシンクロがいっぱいあったのとかなんかこの言葉だけに最近よく聞くのとかなんかこの土地の、ね、画像ばっかり気になっちゃうのとかなんかないですか なんとなくそうやって感じること。たくさんあると思うんですよ。あれなんとなく。あれあれあれっていうのが直感なんだよね。で、その直感を来た時に、ね、信じたいわけじゃん。みんな信じようとしてるの。でも、みんなね、そういう時に、丁寧に言語化されて、言葉になって、オレナさん、こうですよ、とかっていうふうに、 聞こえないんですよわわかかるかるだってエンジェルナンバーだって番号を並んでるだけじゃない、ね、そういうのね、シンボルっていうんですねうん。シンボルって言ったら分かりにくいな。象徴うんなんだろうなんか印なのよ。それ宇宙からね、言われてる印。わかる印がなんかね、来たの、うん。だから、じゃあ、それって何なのっていうことをね、 突き詰めていったらいいわけですよ。自分のことだから。じゃあ、例えば私、そうだな、今日なんか朝を散歩してて、なんかすっごい鳥の鳴き声たくさん聞いたの。すごい気になる鳥の声があってね、なんていう時あるじゃないじゃあ、その鳥の声が聞こえた時に、ね、どんなことが思い浮かんだってね、聞いてみるの。 そうすると、うーん、そっか、鳥の声聞こえた時に、あそっか、そっか,か、思い浮かんだのは、ってやるとみんなね、鳥の声から想像するとなんだろうな、とかってやりだすんだけど、それでまた違うのね。そうじゃなくて、うん、鳥の声聞こえたんだよね、なんか思い浮かぶかな、って言ったら、なんか突然、形で、あれ三角の印が見えた、とかってさ、あるじゃん。 あるのよ、そう,いうふうになると。うん。鳥の声とは何って言って想像するんじゃないの。鳥の声が聞こえてきて、聞こえてる状態で、その時に何が見えたとか、何が思い浮かんだって言うと、あ、三角で出てきたわけです。では、三角とはあなたにとってどういうことですか何が浮かびます三角 三角が見えたの。じゃ、三角を思い浮かべながら、じゃあ今度は何が見えるかなどんな感じがするかなってね、聞いていくんですよ。そうすると、あ、三角って言ってたら、あ、そうそう、そう、ピラミッドって言うかもしれないし、全然関係なくて、 うんなんか海の波だなぁ。なんか波のところで私、そう波打ち際歩いてるような映像が出てきたとかってさ、なんかそうなっていくんですよ。面白いでしょそれシンボルって、その人が言語化していくの。その人にとって思い浮かんだシンボルだから、その人の、こうね、持っている情報の中でそれを言語化していくんですよ。言葉にしていくの。 翻訳していく感じそうするとですねだんだんね言葉になってくるんですね。うん、そうすると例えばじゃあ私三角が出てきて海のとこ歩いてるって感じがしますって出てきました。じゃあどんな気持ちいいって言ったらわあすごい気持ちいいそうそうそうなんか今日はここでずっと静かに一人で過ごしていたいかもとかさそんな風になっていくわけ。 じゃあ一人で過ごしていたらどんな風な気持ちになるどんないいことがあるっていう風にね、どん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 聞いていくんですよ、自分にね。そうすると、例えば、うん、すごく癒されるし、海って癒しだな。波の音ってすっごい癒しだね。とかって言ったりするじゃん。そしたら気がついた癒しって言葉が今。 出てきたじゃんそれがね心からの声なんですよでもだからといってじゃあ私に必要なのは癒しなんですねということではないんですさてオレナさんオレナさんにとって癒しってどんなことですかってね自分に聞いてみてください人それぞれ癒しって違うんですじゃあオレナさん 私にとっての癒しとは、そうね、癒しってね、そう、私にとっては、すっごいね、パラダイスなの。すっごいパラダイス。どんなパラダイスってね、そう、自分の世界なの。自分の世界にいることがパラダイス。 って言ったとするでしょはい答えが出ましたじゃあオレナさんはね自分の世界にいることが癒しなんですよはいじゃあオレナさんに今必要なことは自分の世界自分らしく入れること自分らしく楽しめることをしていたらいいのねっていう答えが出てくるんですよ分かったーちょっと分かりにくかった どっかな,どっかなということでこんなワークショップをやってみようかなっていうふうに朝ひらめきました。で後でゆっくり告知はしますけれどもお日にちをお伝えします。1月の21日木曜日朝10時から1時間ほどはい このワークショップをみんなでやってみませんかはい、後でね、書いとくからね。忘れないうちに書いとくよ。大丈夫だよ。そして、お申し込みですけれども、さあ、お申し込み、どうしましょうか。えっと、メッセンジャーと思ったんですけれども、メッセンジャーってすごく、なんか、あの、初めての人が、 届かなかったりとかいろいろあったりするんで、後で下に LINE のね、私の公式 LINE の、えー、と QR と,、えー、とリンクを貼っておきますから、そこからお友達申請してください。そして1月21日のワークショップ出たいですって書いてね。 LINE で登録したら、LINE に個人メッセージ送れるんです。私と繋がれるの。だからそこにそうやって書いてください。そして、あとでね、Facebook で、えっ、ー、と、短期集中講座みたいなワークショップのオンライングループ作ったりしますので、それもね、お知らせしたいと思います。というお知らせ。いいですか ?1 月21日、 木曜日朝の10時から私と一緒に、はい、自分の心の中に入っていくワークショップをやってみたい人集まってください。はい。で、今日のもう一つのお知らせ二つ目です。ちゃんと書くからね。書こうと思ってて書かなくていつも直前になるので今日は先にお話ししとくから日にちを。 ちゃんと確保しといてください。はい。もう一つは、私のところの、普、う、段、ん、のお話です、えー。ジュニアマイスターコースというディプロマコースを始めました。で、これは、えー、この間動画でね、お話ししてあるのを流してありますね。 あんまり広めてないんだけど、これから広めときます。で、それでその動画を見て、カマリー・オカポーというね、有名な曲をマスターしていただきます。とっても深い意味があるので、動画の中でしっかり語っていますので、それを覚えて習得してください。そして覚えられましたら、私と一回、はい、ズームでレッスンをしていただきます。 で、レッスンをして、大丈夫あなたなら大丈夫 !OK! 広めてってねっていう風になったら、ディプロマを発行させていただきます。で、そんなこと言っても、意味わかんないんですけど、っていう方が大勢いらっしゃるかと思いますので、こちらは、えっ、ー、と、そのジュニアマイスターコースのディプロマについて、 での、えー、説明会をいたしたいと思います。説明会をするって言ってもそんなに堅苦しくない。こんな感じですよ。はい。しっかりね、顔を見てお話をして、えっ、ー、と、質問などあったらお答えしていきたいと思っている、えっ、ー、と、説明会をします。お日にちを言いますね。じゅえっ、ー、と、私のスクール、フラです。 カマリオカポを伝えていく、広めていく、ジュニアマイスター・ディプロマコース。こちらの、えー、説明会ですね。どんなことをしていくのか。うん、なんか聞いてみたいっていう人は、ぜひ、えー、それにお越しください。お日にちは1月の24日、日曜日。お時間は朝の10時からになります。 はい。この時間帯で、はい、もう一回うね。1月24日日曜日の朝の10時です。この時間は、えー、私のカマリーオカプを広めていってくれるジュニアマイスターさんって何なのっていうのの説明会をしたいと思います。大丈夫今日2つ言ったよ。ね。2つ、楽しいワークショップ。 そして、気になる気になる。あ、大変。気になる気になる。気になる気になる。はい。えっ、ー、と、ディプロマコースの説明会します。で、その他にもですね、ティーチャーコースとかセラピストコースもやってますので、えー、その他のことを聞きたい人、やっぱり LINE からね。 お申し込みいただきたいと思います。LINE 登録していただきますと、えっ、ー、と、私と本当に個人でやりとりをして、普通に、あの、普通の LINE でおしゃべりができますので、ぜひ登録してみてください。で、その他、私と、 何かお話ししたいわとかこんなこと聞きたいあんなこと聞きたいこんな質問したいたくさんあると思いますのでそういう方も本当大歓迎なので LINE 登録してくださいそうするとね楽しくおしゃべりができるんですめちゃめちゃ楽しいですよ今ねすごく面白いのはね あの、フラのことでお話に入ってきた LINE の方、お友達がいるんですけど、実は子育てとかでね、すごくね、大変だったの。で、3人産んだところだったり。で、私も3人いるから、なんかね、そういうお話とかして、アドバイスができたりとか、あとなんかね、離婚したいんだけど、とかいう人とかもね、よく、あの、ご相談いただくんですけど、そういう方とも、 なんか時間をこう、やり取りして、お約束してね、あの、お話ししたいことを伺ったり、あの、カードでアドバイスしたりとかもやっています。全部無料でやっています。ですので、私とお話ししたいとき、ね、ぜひ、 話したらきっとね、心は軽くなります。私もそうでした。で、特に今皆さんお家にいなきゃいけなかったり、みんなで集まれないじゃないですか。ね、そんな時、私も本当にね、心が本当にちょっと病んでしまった時もあったんです。でも、こうやってズームで、本当皆さんでね、 そう、LINE で、ちょこちょこってやりとりして、お時間決めて、こうやってズームでお話ししてってやってたら、本当に楽しくて、ね、なんかね、すごくね、いい時間が持てて、今こんなに元気になったんですよ。うん。だから、お家にいてね、一人でぐる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 って考えたり、YouTube 見ちゃって、あ,あの人活躍してるどうしようとかってやってるよりも、 一緒にお話ししたら本当に心軽くなりますよ。ね。そんなようなワークショップもこれからねやっていこうと思ってるの。んということでぜひぜひ1月21日木曜日は私と自分の本当の心につながるワークショップやります。10時時ですよ、はい、そして1月24日日曜日曜の10時ははこちらは、えー、私 のえー、と私のっていうか、はい、カマリー・オカポーという曲を、ね、たくさんの人に広めていってほしいの。曲の意味です。曲の,その宇宙の原理原則が入ってます。それをね伝えてってあげたらねもう絶対喜ぶ人がいっぱいいるんです。それをしてほしくって新しいディプロマを作ってあります。 というコースの説明会が1月24日日曜日10時からあります。それぞれ LINE に登録していただいて、私に言ってください。日にちとか忘れちゃった人は、えっと、それなんとかって言ってたのに出たいんでってちゃんと書いてくださいね。登録したらスタンプでもいいし、本当に急ぎでこういうのに参加したいっていう人はちゃんとそれ。 書いてね。そしたら、すぐにお返事できます。<laughs> ということで、今日はお付き合いいただきまして、ありがとうございました。また、こうやって、YouTube。あ、違った !YouTube は、これは違うの。YouTube 後でアップするけどね。うん。あの、ライブしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。見ていただいて、ありがとうございました。それでは、また <laughs> Mm-hmm. <laughs>